こんにちは、籠信明です。予告通り、今回は12月18日に行われた JFL と地域リーグの入れ替え戦、FC 刈谷対クリアソン新宿の動画パート3です。今回はですね、この試合で現役を引退する2人の選手を取り上げます。クリアソン新宿からは小林雄三選手、そして FC 刈谷からは佐藤悠基選手。2人ともこの入れ替え戦の前に現役引退を発表してこの戦いに挑みました。その2人の記者会見の模様、インタビューの模様をお届けいたします。それではどうぞ。まあ、アウェーの、グラウンドで、まあ、今まで自分たちやったことないグラウンドですし、まあ、試合時代最初の、前半のうちは難しいゲームになるかなというふうに、まあ、予想はしていました。ですので、まあ、あの2点取ってハーフタイムっていうのは自分自身が予想していなかったぐらい上的な展開だったので、まああのまあ、そこはいい入りできたなと思いました。リーグ戦でいくつかの試合で 2-0 で折り返して一発もらうっていう後半頭にそういう試合多かったんで、まあ、あの15分だけしっかり集中しすれば、まあ、ちゃんとしたゲームになるだろうなというふうに思っていたので、まあ、あのゲーム運びなどにもチームの成長が見れて綺麗ではなかったですけど、クリアソンらしい試合ができたんじゃないかなと思いますし、まあ、最後の試合で、こうやってらしい試合をして、まあ、昇格っていう、まあ、一番勝ち的には、そこにを目指してやっていたので、まあ、もちろんこう我々を目指しているものとかっていうのは他にありますが、まあ、サッカー的なところの結果というところでは、まあ、これ以上の結果は出せないので、まあ、非常に満足しています。そうですね、なんか、まあ、パッと思いつくところでは、J2 に、2年目の時に2005年で落ちて、で2006年で1年で上がって、でその後にマリノスで移籍してまあ、J リーグの優勝を逃して、まあ、でもその後天皇杯優勝してとか、うん、でサガン鳥栖で残留争いのところで、まあ、本当に奇跡の残留果たしてとか、まあ、本当にいろんな、今振り返ると嬉しい試合ってたくさんあったなとか、まあ、辛い試合もたくさんありましたし、まあ、そういう本当に自分のキャリアのハイライトにかなり色濃く、はい、刻まれる一試合でした。でそれは本当にディビジョンとか関係なくこの1年自分自身が、この本当に最高の仲間たちと、まあ、積み上げてきたものとか、まあ、辛いながらもこうつながり合ってみんなでこう目と目を合わせながら頑張ってこれたのは本当にこう重複しますがディビジョンに関係なく、死ぬ前にも思い出すんじゃないかな、はい、今日の試合はそんな風に思います。自分自身が、まあ、プレイヤーとして、もちろん今年すごい頑張ってきたつもりではあるんですが、まあ、やっぱり自分自身が表現したいものが、まあ、残念ながら表現できなくなったというところは、まあ、昨年 J リーグを離れる時にも、まあ、お話しさせてもらいましたがリリース等で、まあ、カテゴリーを落としても、まあ、じゃあそれでできるかといった時にやっぱ自分自身の気持ちが、まあ、本当にプレーをするというところでは、まあ、ある意味、まあ、お腹いっぱいってよく表現してるんですけど、まあ、それでもやっぱサッカーが好きなことに変わりはありませんしよりサッカーが好きなんだなということに気づかされる1年でした。お金をもらわなくてもこんなに一生懸命自分自身やれるんだなと思いましたし本当そういうところでは大きな価値になったんですけど、まあ、プレイヤーとしては一旦ここまでというふうに自分で決めたので、まあ、それでもこうサッカー人として、まあ、フットボーラーとしてまだまだこれからこうサッカーを追求していったり、まあ、違う関わり方をして改めてもう少しサッカーに関わっていきたいなというところを感じたので、まあ、本当に今自分が前々から一番興味あったところの業務ですし自分自身がこの今年1年の経験も含めて、まあ、経験を生かしながら、まあ、そこからこうさらに前に進んでいけるようなキャリア選択かなというふうに自分としては思います。もともと仲良くてですね今年1年でさらに良くなって、まあ、僕はあんまりサッカー界に友達いないんですけど、まあ、クリアソンをこう今サッカー界というかなんというかちょっとくくるか微妙なところなんですが数少ない親友になれたなという感覚はあるんですが彼は皆さんがまあ、それ本人のブランディングをぶち壊してしまうかもしれないですけど、まあ、本当に人間味があるやつですね、はい、なんか僕は本当に魅力的だと思いましたし、まあ、あの今年のキャプテン、彼じゃなかったらできなかったと思いますし去年なかなかうまくいかないこととかもあっていろいろ思うところあったと思うんですけどやっぱそこからこう逃げずに、まあ、クラブだとか自分自身と向き合った結果がこういうふうに
昇格っていうところに、反映されたと思うので、なんか、まあ、ちょっと生意気ですけど、まあ、本当によくやったなって言いたいですね、はい、いやーたくさんありますね。僕はやっぱりずっとプロの世界で生きてきたんで、どうしても個人事業主感あるんですけど、まあ、そういうところで、まあ、僕がいい意味で異質になれた部分もありますし、逆にこうクリアさんの本当にグループであるチームである組織であるとかっていうのが、そうは言ってもサッカーってさっていう気持ちもあったんですが、接地みたいなところが見つかってから本当に非常に心地よく、まあ、サッカーやらせてもらえて、本当にそれはその時間がまずクリアソンじゃなければもらえなかった時間、クリアソンにこの自分が楽しくサッカーやれた時間っていうのはをいただいたことが、もらったものとしては大きいですし、なんだろう、まあ、あとはやっぱり本当にこう組織のために一生懸命やってる選手たちが多くて、まあ、僕なんかまだ、ね、あの株式会社クリアソンに勤めながらなんで調整いくらでも聞くんですけど、業務の方本当に社外選手で本当に社会人サッカーとしてこの強度についてきてる選手たちがたくさんいて、なんかもうそういう選手たちと僕はもう最後の方とか結構そういう選手たちがこう練習なんとか業務の都合をつけて遅れてやってきてるだけで本当にもう幸せだったんですね。なんかそういう人間関係ってなかなかこうどこの世界でも得られるものじゃなかったので、まあ、月並みな言葉かもしれないですけど、まあ、もらったものといえば本当にこの仲間たちですね、はい、ある程度のレベルまでやれるんじゃないかなっていうところまでは仕上げることができました。まあ、それはこう、まあ、日々の中でコミュニケーションすごい取るようになりましたし、もう最後の方はもう見てなくてもよく3人で話したんですけど、大体誰がどこにいるか分かるようなレベルまで持っていけました。で、まあ、それぞれ特色が違う3人なんですけど、それが本当にうまく、噛み合って、まあ、お互いの強いところでお互いの弱いところを補完し合って、それこそ歴代、いや本当ここのラインはなんかもう唯一無理だったなって思うユニットがたくさん自分の今の頭の中には、まあ柏レイソル時代から横浜マリノス、サガン鳥栖とか含めてたくさん出てくるんですけど、本当に死ぬ前にあの2人の顔は思い出すでしょうっていうぐらい本当にいい関係が作ることができました。まあ、まあそこのコミュニケーションのところと、あとは彼らは非常に伸びました。本当にこの1年で時には結構こう高度な、今まで言われたことないようなコーチングを多分とか要求をされたかと思うんですけど、まあ、特に米原なんてすごい良くなりましたし、人の話聞いたりだとか自分にこう何が足りないとかっていうのを分かって、理解して、まあ、それで努力し続けるっていう、なんかそういう姿勢は非常に、彼ら2人が、刺激を受けたところですね。いやまだやれんなみたいなことは言っていただきましたけど、はい、でもまあすごくこう自分たちがやってることを面白く原さんご自身捉えていただけて、まあ、本当に、まあ、おめでとうということと、まあ、あとはちょっと鳥栖の仕事の話ですね、はい、しておりました。ありがとうございました。いやもう勝って、残留決めて引退したいなっていう思いで今日は準備してたんですけど、まあそういかず、まあすごい悔しいですけど、まあまあ僕個人としては、まあ、やりきったかなっていうふうに思ってるんで、次のステージで頑張りたいなというふうに思ってます。はい、その次のステージ、何かこう次の目標や何か具体的なものはありますか？全然決まってないですね。もう自分のやりたいことやろうと思ってるんで、うん、これから決めたいなと思ってます。一番の思い出何やろな。いやでも本当に、多くの人と、一緒にサッカーできてプレーできたことっすね。あとまあ多くのサポーター、ファン、サポーターの人に応援してもらってサッカーできたのが思い出で、なんか一つとかはないっすね。はい、まあ、今シーズン本当苦しいシーズンでなかなかチームが一つになれなかったなっていうのが印象で、そこができればもっと、可能性があるクラブやし、これから多分そうなっていくと思うんで、引き続きFC カリアの応援をよろしくお願いします。まあ、さっきも言ったんですけどチームになりきれてないなっていうのが、まあ、今日試合を前半見てて思って、まあ、今シーズンずっと、まあ、
そういう感じで一人一人はみんな頑張ってるし戦ってるとは思うんですけど、試合出てる選手もベンチの選手も、ベンチに入れない選手もみんなが、一つにならないとやっぱり勝てないなっていうふうに思ってきました。いやもう本当多分、僕はまあ引退なんですけど、サッカー続ける選手からしたら、これからのサッカー人生とか、その後の人生も多分本当変わるぐらいの人生かけてやらないといけないところで、降格してしまって相当みんなの人生は変わると思いますけど、そこで もう一踏ん張りしてもう一回昇格して、その後まあ J3 とかっていう風になれれば、選手個人としてもチームとしてもすごく強くなれると思うんで、また来年昇格できるように、その後また J3 に昇格できるように僕は応援してます。本当に多くの方に応援していただいて、苦しい時も本当にずっと声をかけてくれて、その人たちのおかげで僕はこうやって、12年間サッカー選手として続けることができました。ありがとうございました。またこれから僕はまた新しいことにチャレンジしたいと思ってます。引き続き佐藤悠基をよろしくお願いします。この試合でスパイクを脱ぐ小林雄三選手と佐藤悠基選手、本当にお疲れ様でした。この時期はつきものなんですけれども、やっぱり寂しいですね。ただこういう思い出話とかそういうものを聞けるのも一つのこう楽しみでもあるのかなと思います。また次の人生に幸運が訪れることを祈っております。ということで、お送りしましたパート3までの動画、お楽しみいただけましたでしょうか。籠信明です。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。